同じ生きてる限り皆さんやっぱりいてもらわなかったら困る、そう言われるような輝く自分ブランドを作りましょうよね。でその時にじゃあ輝く自分ブランドを作るのにじゃあどうしたらいいんだろうかっていうことなんですけれども、まず第一なことはですね、成長し続けるっていうことも大事ですよね。だったらじゃあ成長するってどういうことかっていうことになりますと、カロンではですね、成長とは時流に順応しつつ進化向上していくこと、このように定義づけてるんですね。そしたら時流は今どんどん変わってますよね。そしたら時流がどんどん変わるということは、順応するためにはどん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 自分が新しいことに挑戦していかなかったら、要するに時流からずれるっていうことですね。じゃあ、新しいことに挑戦していこうっていうことになるんですけれども、この新しいことに挑戦するっていうことはプレッシャーかかるんですよね。で特にですね、新しいことに挑戦しようっていうことになりますと、知識、経験、教養、まあ自分なりの信念とかポリシーのお持ちの方であればあるほど、なかなかこの新しいことに挑戦するって勇気いりますよね。だからなぜ新しいことに挑戦するのは勇気いるかっていうと、やったこともないことをするからですね。その時ですかかってくるのがプレッシャーなんですね。でその時に挑戦するか逃げるか、この差ですね。でところがですね、プレッシャーがバンとかかった場合どうしたら挑戦できるかっていう、これはもう心構えをガチッとするしかないですね。だから何かやる時にスイッチオン、やるぞ、こういう気持ちですよね。やるぞ、こういう気持ちでスタートを切りますと、プレッシャーがバンとかかよしと思って挑戦できるんですけれども、でこの挑戦してるんですが、まあ、本音言ったらハラハラビクビクピリピリオロオロきますよね。ところがそこで挑戦し続けてますとですね、どうなるかというと、バーンと殻が壁が破れる時が、その時ですね、ハラハラビクビクピリピリオロオロがウキウキルンルンドキドキワクワクに変わりますね。ロマンと我慢、殺気と活気、プレッシャーと感動イコールですね。そしたらですね、パッと殻が破れた瞬間、いい笑顔が出ますね。これはね、脳が活性化し、ね、感性感動がぐんぐんアップしてる。だから輝いて生きるっていうのはまさにそういう状態ですね。そしてどん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 大きな器になっていく。ところがですね、悲しいかな、心構えができてない時にバーンとプレッシャー来ると、当然ハラハラビクビクピリピリオロオロっていうものが襲ってきますから、逃げるんですね。まあ、その代わり楽ですよね。でもハラハラビクビクピリピリオロオロからは逃れられたけれども、挑戦することによって得られるウキウキルンルンドキドキワクワクの感動も知らないんですね。で結果どうなるかというと、感受性微弱という悲しい病気にかかっていきますね。そして表情はって言ったら、まあ、俗に言う乏しい薄っぺらい表情、まあ、最近の言葉変わりました、しょぼいって言うんですか、しょぼい表情ですね。そして、こびた目になって薄っぺら笑顔を作る。そしてどん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 コップの水のように卑しい小さい人間になって腐ってしまうんですね。でそうなりますとね、もう判断基準はって言ったら、損か得か、しんどいか楽か、好きか嫌いか、もう逃げてる人は必ずその判断基準で生きてますね。ということで、じゃあ今度は挑戦ガーンとしてる人はどういう判断基準になるかと言いますと、これは善か悪か、必要か不必要か、世のため人のためになるか、こういう状態で判断できるようになっていきますよね。これ絶対そうなりますから。ですから挑戦すれば楽じゃない、でも挑戦すれば楽じゃないけど楽しいですね。逃げれば楽です、でも楽しくないですよね。どうです皆さん、楽じゃないけど楽しい人生、楽だけど楽しくない人生、どっちいいですか。輝く自分ブランドを創造するために楽じゃないけど楽しい人生行こうじゃないですか。同じ一緒ですよ。仕事はね、やめたら終わりです。でも人生は自分という一つの人間はやめられませんからね。どこに行ってもいてもらわなかったら困る、誰からも愛される、誰からも信頼される、そんな
どこに行っても頼られる自分と言いましょうか、誇りに思えるような自分と言いましょうか、もっとあえて言うんだったら自分自身が頼りになる自分っていうものは、輝く自分グランドの想像をし続ける限り、それは自分のものになりますね。まあいい人生歩みましょうよ。これから仕事観っていうものについてちょっと皆さんに話を聞いていただきたいと思います。で、工事現場で3人の職人さんが仕事しております。 C 君はですね、いやしい顔してもうしらけてしまってですね、もう、まあ、なんていうんですか、ブータれて投げやりで、いやいや仕事をしています。 B 君はですね、怖い顔しながらちょっとイライラしながら仕事をしています。 A 君はですね、非常にいい顔をしてですね、もう実に気持ちのいい表情仕草で仕事をしています。たまたまその工事現場を通りかかった旅人がですね、その3人の表情の違いに驚きました。そこで旅人は尋ねてみました。まず卑しい顔をしてですね、もうしらけてぶーたれてですね、投げやりで仕事をしているC君にですね、なぜあなたはそのような顔をして仕事をしているんですかと尋ねました。 C 君曰くですね、生活するにはな、金がいるんや、しゃあないやろ働かんなら、あそこで監督も見張っとるね、サボったらまたガタ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 言われるしな、しゃあないやろ、そう言って卑しい顔をして仕事をしました。で、今度はですね、 B 君ですね、ちょっと怖い顔をしてイライラしている B 君に尋ねてみました。そしたら B 君はこう答えたんですね、縦1メートル幅5メートルの塀を作る、午前中に仕上げてしまわなくてはいけない、忙しい、邪魔するな、怖い顔をして言いました。ニコニコ笑って実に気持ちのいい表情仕草で仕事をしている A 君にですね、今度は尋ねました。ニコニコ笑いながら A 君はこう答えました、学校作ってるんですよ、この塀の向こうでは子供たちが楽しそうに遊ぶ、その楽しそうに遊ぶ子供がもう夢に出てくるんです、一刻も早く作って仕上げて、喜ぶ子供の顔が見たい、子供を喜ばせてやりたいんですよ、そう言って仕事をしました。そこでですね、皆さんちょっと考えてみてほしいんですが、皆さん誰が一番いい仕事をすると思います？そうですよね、 A 君ですよね。じゃあ今度はですね、皆さん誰がですね一番嫌な長い一日でしょうね。そうですよね、当然 C 君ですよね。じゃあ皆さん今度はですね、誰が一番みんなから信頼されて愛されると思います？いや当然 A 君ですよね。じゃあもし仮に現場監督がですね、まあ、あなたとしましょう、一人辞めてもらわなくてはいけない、あなたに人生任すって言われたら、あなたは誰の肩を叩きます？そうですよね、C 君ですよね。やっぱりどうするかっていうこと以上に、どんな気持ちでやってるんですかっていう、そういうその人の仕事感といいましょうか、まあ、人生観といいましょうか、ものの考え方といいましょうか、非常に大事だと思いますね。ですからそういうものの考え方っていうものが貧しく卑しい人はやっぱり表情仕草も貧しく卑しいです。見てたらわかるでしょ。反対にね、なんとか人に喜んでもらいたい、なんとかいいものにしよう、そういう気持ちで仕事をしている人はやっぱりそういう表情仕草になりますよね。私はやっぱりそういう心構えって言いましょうか、心のお化粧って言いましょうか、そういうものが大きく作用すると思います。皆さん同じ仕事するんだったら A 君の気持ちでやろうじゃないですか。楽しいですよ、その方が。
さて、先ほど A 君 B 君 C 君の話にもありましたように、まあ、そういう一つの、仕事をしてますとですね、当然そこには、自分の存在感、まあ、俗に言われるブランドですよね、いうものが、現れてきます。でその時に A 君の場合だったら当然いてもらわなかったら困るっていうところに入ってきますよね。この位置ですよね。で C 君はどうかって言ったら逆にいてもらったら困るっていう状態に入ってきますよね。で B 君はって言ったらちょうどこの中間ですね。ですから、まあ、どちらかというといた方がいい、あるいはどっちでもいい、頭数どちらかというといない方がいい、まあ、ちょうど262っていう形で、大体こう分かれますね。で皆さんはですね、当然いてもらわなかったら困るというところに入りたいですよね。その時にいてもらわなかったら困るっていう状態はっていうと、まず2つありますね。誰からも愛される、それから誰からも信頼される。でこういうような一つの支持率をきちっと高めていくにはっていうとですね、どういうことかっていうと、まずいざとなった時っていう時ですよね、まあ、例えばプレッシャーがバンってかかってしまうんですね。その時に挑戦っていう形でグッと踏み込む人と、プレッシャーかかったらスッと逃げる、そしてでもね、だってね、しかしねっていう形で言い訳と自己弁護をするか、この挑戦するか逃げるか、ここなんですね。でこれは能力の問題ではありません、心構えの問題なんですね。ですから日頃ね、うまくいってる時ってみんないい人なんですよ。問題はうまくいかない状態、プレッシャーがかかった、この時に挑戦してやりましょうっていう形で、行くか、逆に逃げて、でもね、だってね、しかしねっていう形で、行くか、この差が決めますね。だからいてもらわなかったら困るって言われるような自分になるように頑張りましょうよ。そのためには楽じゃないけどやっぱり挑戦する、結果楽じゃないけど挑戦すると、楽じゃないけどやってるうちに楽しくなるんですね。でも逆に逃げると確かに楽なんですけど楽しくないんですね。皆さんはどうです？楽じゃないけど楽しい人生を歩むか、楽なんだけど楽しくない人生を歩むか、どちらがいいですねえ。皆さん仕事を通じて輝く自分ブランドを作るために、楽じゃないけど楽しい挑戦の人生歩むじゃないですか。楽しいですよ。はい、接客業ということで皆さん携わってるわけですけれども、接客業にとって一番大事なものは何かっていうことになりますと、これはもう輝く自分ブランドを作る、もうこれしかないですね。でその時に例えばお店ではお客様にニコニコ笑って非常にお客様から人気があると、ところがご近所では評判の変わり者で通ってるとかね、お客様には非常に上手にこうお付き合いしてるから、お客さんは上手に、まあ、言ったらこなしてるんだけれども、その変わり身の速さに身近な人がもうへきへきしてると、あまりのその表現する態度に応じてもうやればやるほど、その要するにパフォーマンスのうまさがもう鼻につくっていうんですか、でこれではダメだと思うんです。いつか分かりますからね。ですから例えばイチロー選手なんかこの前2000本のヒット安打を達成しましたよね。イチロー選手は試合中だけ頑張ってるんでしょうかね。試合以外イチロー選手は、寝る前はきっと明日打てますように、明日のために今日コンディションを整えてると思うんですね。目が覚めたらよし今日やるぞという形で心構え、そして走り込み、それから素振り、
そういうことをやり続けてやり続けてやり続けて、それで試合に臨んでるわけですね。でそうでなかったら今のイチロー選手ないと思うんですね。そしたら皆さんは接客のプロとして、じゃあ試合中っていうのは営業時間中お店にいる時間ですけれども、その以外のその時間、まあ、日頃ですね、この日頃っていう時に皆さんはどういうこだわりを持って生きておられるか、これが非常に大事なことになりますね。で大体こう接客って言いますか、物を接客してお買い上げいただくっていうことになりますとですね、当然こちらから提案をしていきます。その提案をするときに、好きな人から提案されたら嬉しいから、ありがたいアドバイスありがとうっていうことになりますけれども、嫌な人から提案されたら余計なお世話やほといてよってなりますよね。そしたら、提案するっていうことはどういうことかというと、全然知らない人と仲良くなってそれでいい関係を作って提案しなかったらこれは無理だっていうことになるんですが、その場合ポイントは挨拶とお辞儀と返事、この3つになると思うんですね。そしたらイチロー選手が試合中にあれだけ頑張る、でもその裏にどれだけの走り込みと素振りっていうものをどれだけ陰で努力してるかっていうことから考えますと、皆さんもそうなんですけど、営業時間中にお客様と、笑顔で挨拶をし、ハキハキと返事をする、そして、接客していくわけですけれども、一歩店を出たら別人28号だと。例えば喫茶店のお茶を飲んだ時に、例えばお支払いをする時にアイコンタクトスマイルでごちそうさまでした、例えば、喫茶店で、お茶を飲んでる時にお水を注いでいただいた、アイコンタクトスマイルでありがとうございました、こういうことが自然にできる方が営業時間中にお客様に対して笑顔で接する、これ本物ですよね。でも営業時間中だけきちっとやるんだけれども、それ以外はしないっていうことになりますと、これは営業時間中だけ別人28号になってる、要するに嘘がうまいっていうことになるわけですよね。1回2回は通るかもしれませんけれども、何度も何度もお客様がリピーターとしてお越しになってきますと分かるじゃないですか。ですから家でも明るく元気に挨拶をし、それからご近所でもご挨拶をさせていただいて、評判のいい、人だと。ショッピングセンターであればですね、保安の、方に対しては、おはようございます、そのおはようございますの奥にはですね、徹夜だったんでしょう、ご苦労様です、その思いで接しられる、そういう方が、ご縁があってお店がオープンした時にお越しください、我がお店にお越しくださいましてありがとうございます、いらっしゃいませ、おはようございます、これ自然だと思うんですね。ですからやろうと思ってやってることは努力ですね。でも気がついたらやっていた、これ本物ですね。例えば明るくお客様をお迎えしよう、そういう気持ちで明るくお迎えをしてお客様を喜んでいただいた、これは努力ですね。ところがですね、お客様がお越しになったら気がついたら明るくおもてなしをして喜んでいただいて、これ本物ですよね。例えば赤ん坊が転んだ、助けてあげようと思って助け起こした、これ努力ですよね。ところが転んだ、気がついたら助け起こしていた、これ本物ですね。これは営業時間中だけ見えたところだけやるということではなくて、それ見えてないところの日頃をどれだけそういうことにこだわってやるかも、これしかないと思いますね。ですから、裏表があったら絶対ダメですね。ですからいざとなった時に頑張るんじゃなくて、日頃ちゃんとしといて、いざとなった時普段通りやればいいじゃないですか。ですから特殊な能力で差をつけるっていうことは、これは大事なことかもしれませんけれども、別にこれは人間性は出ませんね。でも当たり前の誰でもできることで差をつける、例えば明るくご挨拶をさせていただく、気持ちよく返事をする、小さい約束は守る、
整理整頓、こういうことは誰でもできることですね。でこの誰でもできることできちっとやり抜いて差をつける、これが輝く自分ブランドの創造ということで、一つの確立していくものだと私は確信してるんですね。例えば特殊な技術で、例えば素晴らしい、例えば小学生のファミコン少年がファミコンが非常に上手だ、でそれでみんなからすごいすごいと言われてる、これ本当にすごいでしょうかね。大事なことは仕事でもそうですけれども、ファミコン少年がファミコンが上手なように、仕事という分野においてスキル的には上手にこなす、そんなファミコン少年が仕事しているような方だったら、私は絶対に輝く自分ブランドはできないと思いますね。大事なことは誰でもできる当たり前のことをやり確実にやりこなすと、それからいざとなった時頑張るんじゃなくて、日頃何でもない日常生活の中で自分というものを意識して挨拶、お辞儀、それから返事、こういったことをどうこだわってやっていくか。営業時間が始まったらお客さん来られたら、もう気がついたらニコニコ笑ってお迎えしていた、これが輝く自分ブランドの創造のために絶対大事な本物の世界だと思うんですね。でそのためには営業時間中だけの頑張りではなくて、営業時間外の日頃自分が頑張り続ける心の化粧ですね、これが絶対大事だと思いますし、これ以外で輝く自分ブランドを作るって言っても難しいですよね。だって日常生活で信用も信頼もされない人が営業時間中だけ信用も信頼もされるって言ったら、これは騙すのがうまいだけのことじゃないですか。でもいつか分かりますよね、それはおかしいと思いますね。ですからお客様に愛される努力をするんじゃなくて、関わり合う人々みんなから愛される、そんな努力をした方が私はいいと思うんですけどね。それが自然ですし、それが本物だと思うんですね。そういう意味では日頃こだわっていきましょうよ。挨拶、お辞儀、返事、元気、プラスアス頑張っていきましょうよ。